陸上自衛隊の車両航空自衛隊の車両11式短距離地対空誘導弾は防衛省技術研究本部が開発した短距離防空用地対空ミサイルシステム陸上自衛隊と航空自衛隊で取得が開始されている航空自衛隊用は仕様が一部異なり基地防空用地対空誘導弾という名称が付けられている81式短距離地対空誘導弾の後継と ナルチ対空誘導弾システムである。開発は、1999年から2002年まで、技術研究本部で行われた、将来短距離地対空誘導弾の研究施策の成果を活かして、平成17年度から平成21年度に行われた。開発段階では、タンサムと呼称されていたが、平成23年度防衛予算の政府案決定概要で、11式短距離地 対空誘導弾の装備品名称が判明した。本システムはいずれも、車載式の射撃統制装置と発射装置で構成される。射撃統制装置は、アクティブ方式のフェーズドアレイレーダーを装備し、3、1、2トントラックに搭載される。発射装置は4連装で、陸上自衛隊では3、1、2トントラック、航空自衛隊では高機動車に搭載される。 射撃統制装置及び発射装置を搭載した車両には車体固定用のジャッキが装備されている。また対空戦闘式統制システムまたは式統制装置とリンクが可能となった。81式からの改良点は発射方式がキャニスター発射方式に改められ、整備性、取扱い性が改善されていることと性能向上により、 超音速あるいは小型の空対地ミサイルや巡航ミサイルにも対処可能になっていることである。誘導方式は2種類あった81式と違い、アクティブレーダーホーミング方式のみとなっている。陸上自衛隊校舎学校東北方面隊中部、方面隊西部方面隊主として、各航空団例下の基地業務群に編成されている、基地防空隊に配備される。ありがとうございます。